アジアカップの放送局発表、ネット派悲鳴の声が続出。最悪やん、地上派ないのかよ。無料では見れないのか。イラク戦派見れるぞ。日本戦のグループリーグ初戦と、第3戦がダゾーン独占だから、盛り上がりに火がつくの遅そうだな。ベスト16も独占。マジかよ、わら、気がついたら大会進んでた、という感じで、決勝でようやく盛り上がるのかもな。テレ朝派最大4試合だからグループリーグの2試合派ダゾーン独占。グループステージ派3試合中、地上派あるの派1試合だけ、8強から派地上派で見れるんでしょ。本田が解説する方で見るわ。どっちもやる気ねえってよ、アベマどうした。またボラれてんのかー。